好きなキャラが憔悴してるのってさ、なんだかすっごい興奮するんだよね。あ、共感できない。あ、ごめん。番外編。はい、おはようございます。ともせやです。今回ね、スターライズ通算パート20でございます。というわけで、はい、今回ある縛りをつけていこうと思います。で、今回まあ番外編なんでね、この星の丸丸スターフレンズで GO で、ちょっと縛りをやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。星の丸丸スターフレンズで GO。で、今回どんな縛りをするかというと、このキャラを使います。ジャハルビートですね。星のジャハルビート、信じられる友こそが金づる、はい、とても悪どいジャハルビートくんなんですけど、このジャハルビートでどんな縛りをするのか、まあ早速始めていきましょう。星のジャハルビート、ちなみにこの星の丸々かな、このモード完全初見でやっていきます。はい、始まったんですけど、このスティック能力ですね。お、信じる者は救われるのですか。ピンクのあいつに教えられるのは、信じられる友の存在ほど尊いものはないということ、その真実をこの目で確かめたい。信じる者はまあ場合によるよね。で、この下火サコンウコンじゃな、高飛び雑木っていうのがあるんですよ。今回これを使って、こういう普通の移動をしないで、これだけで移動していくというものをやっていきたいと思います。はい、でも早速よ、もうね、何の前触れもなしにちゃんとやっていきますよ。おい、あい、はい、これ地面につくのは OK で、移動するのがダメということにしていきます。はい、地面につくのはどうしても仕方ないんでね、これは。これで移動していきます。もう行って、よいしょ、逃げない逃げない。うわ、なんか来た。うわ、ちなみにこれ攻撃も多分これだけに限られるんですよ。これやってるんで、これは結構しんどいぞ。おっと、オッケー。あ、ちょっとちょっとちょっと、飛ぶんだから地面を歩いてはいけないですね。飛ぶのはいいですけど、オッケー。まあこうやって地味にやっていきます。結構地味な、あ、やばだね、移動はダメよ。小林さんアップ、オッケー。よし、オッケー、いきます。このもうタイムアタックとかガン無視してます。おいおい、結構いいね、結構意外と進めるぞこれ。おいおい、よしよしよし。まどろっこしいなこれ。もう とってもこだわり強いですから、ジャハルビートは。あー、ちょっと待って、あ、やべ、意外とむずい、やばい。ね、あ、だだだ、歩いちゃった歩いちゃった。ダメダメ、歩かないで今回は。まあ、とてもね、これぐたることが予想される。いってーいってーなー、よいしょ、ぐたることが予想されるんでね。だから使える技がこのこれとこれしかないんですよ。このジャハルビ、今のジャハルビートには、友は何かを学ぶためにね、縛りを自らに課せ、なんてストイックなんだ、ジャハルビート。よし、ゲイ、よし、行こう。ふい、これやってるとなんか、なんだっけな、ホッピンジャンプじゃないけど、そんなやつを思い出しますね。あ、ここもともとフェスティバルあるやつか。おらららフェスティバルないからって、よいしょ、オッケー、下行こう。よし、おいおい、お、大スイッチ、これはどうするの。あ、これ普通に押せばいいのか。お、なんだい、あ、え、あ、これできるんだ、これは。じゃあ、はいはい、今回も安定の出張してください、ドロッテさん。これは心強い。あー、そっか、じゃあナック以上ごめん。おい、よし。忙しいな、まあ、僕が勝手に忙しくしてるだけなんだけど。よいしょ、ドロッテびっくりだろうな、なんでこんな癖のある動きをするやつと仲間になるんだって。お、なんだ、ちょっと、よいしょ、倒すぞ、いけいけいけ、倒せ、意外とこれ強いな、これ。あ、どこいる、どこいる、あ、どこいる、あ、乗り移っちゃった。ごめんなさいごめんなさい、乗り移る気はなかったんです。 OK、 攻撃アップ行きましょう。ちなみにね、これ結構まどろっこしくなるんで、早送りを多用すると思います。これどんどんなんかステージが変遷してるけど、ちょっとキル系2つあるしな、ちょっと1人ちょっとお疲れしていいかもしれない。危ない、おーしょー、
危ないな。で、これは、ちょっと待って。おい、行こう行こう行こう。ちょっと一旦ね、用意を欲しいな。行って、やばい。待って、普通に死にそうなんだけど。で、これ死んだらどうなるんだ？死後の世界には一体何が待っているんだ？気になるな。で、これ、え？もう何やってんの本当に。バカ野郎。それ回復アイテムないかなって予想してたら普通に死んだわ。いやーもう、だからもう、僕のね、プレイのシフトになった時にはもうみんな終わった顔するだろうな。やばい、今日トムサーだーって。今日俺操作のトムサーだ、やばいって。でも死ぬって。多分ね、みんな遺書書いてますよ、プレイする前に。いや、このジャハルビートはね、友と何かを探していくのに、その、いい死に場所を探してるんじゃないかな。やだな、そんなプレイしかできない僕をお許しください。おっと、ちょうどいいじゃん。おい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 。ああ、ちょっと乗らないで。乗らないで、もう少し最後まで話を聞け。はい。これでドロップが出してくれる。おい。あら、急げ。オッケー。フィーチューはファイヤー。ふぅ。あ、攻撃、よし、行こう。よし、レッツゴー。すごいな、この、アフリカにいそうだな、こういう民族よ。このホッピングだけで移動するみたいなさ、行ってくるで紹介されないかな。それ妹が挑戦、あ、いや行ってな。でもこれ妹が挑戦するんじゃないかな。あー、これはまあ飛んで、すごいな、思ったより地味だなこれ。特に不便ってのもないしな。またこれ失敗したか、企画。パート10に続きまた微妙な企画をやってしまったか。しかしね、もう列車は発車してしまったんだ。もう誰にも止められないんだ。ガーッと早くして、ちょっと意外とね、これ、ふくらはぎパンパンになるから、ふくらはぎじゃないな、これ。あの、二の腕がめっちゃパンパンになる、これ。助けて。あ、でも、歩いてたのね。よいしょ。あーっと、よいしょ。オッケー、ナイス。体力、よっしゃ。あ、だからか体力少なかったの。あーっと、危ない、ずっと、移動、普通の移動ダメよ。ちゃんと僕、言ったことは守る男だからね。よし、行こう。で、これ、どんどんなんかこう、強化していきながらやるって感じですね。いや、しかしこれは、あ、出た。ソーシャルディスタンス守ってないゾーンだ。よいしょ。これどうしたの？坂でサッカーボールでもしたんかな、この子たち。もし自分がボールになっちゃったのかな。よいしょ。さあ、来るぞ。急げ。危ない。あ、ごめん、ブレードナイト。はい、ちょ、イップか。まあ、イップいいかな。いってー。ちょっとこれ、とっさの判断が必要だから、とっさの判断と、とっさのね、ボタン操作が必要なんで、ね、意外と難しい。だからこうやって。でもね、なんか、この二つあれば、普通に無双できそうな気がするな。危ない。オッケー、止まって。あうちょ。ドロってもさ、なんか今までの動画見返したんだけど、めっちゃペラペラになったりさ、壁に潰されたり、潰され役だな、ドロって。やば、苦労人だな、団長は。いいやつすぎるからな。あー、ちょっとこれ、間に合うか間に合うこれ。間に合え。あ、ちょっと間に合わない。あー、ちょっと。ちょっと待って。あ、分かった。おい。そっか、ここを計算してなかったな。で、僕は死にそうなんですけど、今。どうしよう。いやー、死にたくない。はい。あー、ピースか。いらないんだよな、ピースは。何度目の死に際か、答えてもルルルルル。歌詞がわからなーい。やめてー。これもうお渡し気になっちゃった。もう、自主お渡し気だ。あー、やめてこないでー。あー、そういうなー。よし、自らね、難しい状況に持っていく。さすがド M。 あ、ちょっと、いやー、乗っ取っちゃったー。死んでも最初からじゃなくて、途中からやってくれるのは良心的だな。良心教育の賜物だ、これは。新島町も喜んでるよ、多分。あーっと、やめてー。よいしょ、OK。意外とみんながね、攻撃をしてくれないから。OK。まあ、さっきの確実に乗っ取ってしまったのが問題だな。
おっと、これはどうするんかな。また同じパターンかな。あ、ちょっと待って、こっちこっちこっち。おい。あ、これだ、また。おい、どっちお願い。オッケー。おう。やばい、これ間に合うかな。あ、ちょ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 。あ、間に合うか。間に合い。危ない。オッケー、ナイスナイス。うぃー、お先にお、あー、これは、競争だ。競争しなきゃ、あー、ちょっと遊んでない、遊んで暇ないんだって。オッケー。おぉ、あ、ちょっと待って。あ、じゃあ、普通に歩いちゃった。いって、あ、オーマイガーッ。意外と不利な面あるな、これ。まあ、いいや。あー、ついちゃ、歩いちゃダメ、歩いちゃ。じゃあ、昔ってか、中学生の頃に、1日で 45.9 キロ歩くイベントがあったんですよね。うん、行って行って。で、それで 45.9 キロ歩かなきゃいけなくて、走るのダメなんですね。めっちゃきつかった、あれ。お、これ、あ、もうこれはちょっと不可抗力です。ごめんなさい。これも走っちゃいます。もう電車でこうしちゃいます。いけー、フレンズ列車じゃーい。暴走機関車に乗ってく。うんちはね、君の笑顔でいいよっていうキザなことを言っても誰も喜ばないんで、僕はジャンプをする、飛べー。痛いことを言った日は穴に埋まりたいけどね、穴に埋まれないから、僕はこうやってもあえて振り切って、うわー、下、オッケー。よいしょ、出た、アロンアルファ行くぞ、アロンアルファゾーン。ちなみにこの走ってる間に今後の方針を言うんですけど、今後はですね、まあ、スターフレンズで GO とか、The Ultimate Choice とか、まあ、ある程度やっていこうと思います。ある程度っていうのはつまり、おー、よいしょ。はい、ラッキー。よし。その全部はやらないってことですね。よし、ナイス。全部やってるとパート数がえらいことなんで、まあ、100% クリア目指してね、番外編やっていきます。おっと。なんか長いな、これ。にしても。普通にやったらどんくらいで終わるんだろう。まあまあ、これは仕方ないね。いいの、オッケー、よいしょ。よいしょ。もういい。もうおっさんだから、よいしょって言っちゃうな、いちいち。ああ。すごい、二の腕がもう絶対すごいと思って。もう延期されちゃったけど、オリンピック出れるよ、多分、東京オリンピック。いけ。はい、オッケー。ああ、ちょっとこれでも僕は、無敵の状態でも僕はこれをやめないぞ。みんなついてきてくれ。あと、なんか心なしか、速くなってる気がする。跳躍、おーおー、いいねいいね。小学校だったらアイドルになれるそれ。はい、下に降りる。おい、オッケースピードアップ。これ登れるかな。あ、いけ、登れた。小学校の登り棒とかね、絶対あれできる人がね、クラスの偉い人だったんで、うちの小学校。あー、どうすんだよ、これ。こうか。おい、登って登って、おい、こっち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 、いいぞ。いやー、むずい。あ、じゃ、落ちちゃダメー。なんとか上に来れた。あ、これゴールじゃん。ゴールじゃないわ。ボスだ。さあ、この状態でボスに勝てるのか。見た感じ、相手ウィスピーツか。これはいけるな、多分。この状態でもね、苦戦しないんだよ、僕は。私、失敗しないので。よいしょ。ただ、もう快調に進んでいくぞ。まだ、あ、割と慣れと、あ、BGM 消えた。この火をつく音だけが虚しく響く。そして現るはウィスピューツ。さて、何かあるかな。あ、これは読んでないかも。毎度おなじみボス中のボス、ウィスピーツがフッサフサになって現れた。落とすリンゴもすんごいことに、上で発動する不全能力で人面獣討伐に挑むんだ。人面獣確かに間違ってないな。よし、行こう。僕はこれをずっとやる。で、これで、これ、この流れでいくんですわ。いけ。あ、意外と強いぞ。意外といけるぞ、これ。うわー。おっと、覚醒した。あ、これパラソルいったわ。例えば。あ、その前に倒す。余計なことするな。よーし。意外といい。いいじゃん。いいじゃん、スティック。お？これは、やった。中間ポイント。中間ポイントですか。そうですか。じゃあ続きやっていきますね。
あ、なるほど。まあせっかくなんでね、このままこのルールのまままた次回もやっていこうと思いますので、まあその節はよろしくお願いします。ではいかがだったでしょうか。今回はここまで。ではまたねー。はい、おはようございます。あ、待って。